今回はですねこちらチキンソースの方を紹介していきたいと思いますチキンソースはガラスミの中では結構知名度高い方なんですけどものソースとしてはもう今現存しないみたいで知名度は一般には低いようですチキンソースの始まりと思われているのは1912年ですね荒井長次郎という方がスワンソースというのを発売したところから始まったと考えられているようですこの後この荒井さんは荒井吟醸という名前になりその後荒井長次郎商店 という名前になってこのチキンソースを販売していたようですこれ以上の詳しい情報は特にないんですね。かなり新しい、昭和中期ぐらいの瓶と思われる、そのラベルの記載には、その住所というのが、東京都墨田区片側116というふうに書いてあるんですけども、まあ、やはり現存していないようで、これ以上の情報は出てきません。ただまあ、昔独特のご飯のすまの方には、食事ごとに一滴のチキンソースを、何にかけても美味しく召し上がれるチキンソース。 というすごいこう業々しいたい文句がありましてこの名前は多分鳥を使っていたわけではないとも思うんですがすごくこうジューシーで美味しそうな雰囲気が出てますよね詳細不明なんですけどもケチャップも作っていたようですそちらの瓶はエンボスがあるかどうかは実物見てないので不明なんですがそちらもいずれは見てみたいと思いますそれでは早速瓶の方を見ていきましょうまずこちらが以前の動画でも紹介してきたよく出る昭和中期のタイプの瓶になります オーソドックスなオーカー線タイプの瓶で、マルセ 360cc と容量のエンボスが入っているのは同じなんですが、この瓶のエンボスがすごく特徴的で、チキンソースというのと、これ可愛いですよね。この瓶の真ん中にのと鶏の絵が入っています。 こういう動物の図柄がバッチリでエンボスされてるの、あんまり瓶全体に見ても少ないと思うんで、結構可愛いなというふうに思います。これまで動物の絵柄がエンボスされてきたのを見た例としては、クマだったり、ライオンだったりとか、そんなところですかね。本当にあまりこういう動物のエンボスっていうのは見たことがないです。あ、研磨剤のシリーズを含めたらありますね。あちらは確か、エビと羊と、あとタスノトシゴかななどなどもあったりしますが、 まあ動物エンボスの瓶っていうのもいつか特集してみたいもんです。ひとまずこのチキンソースはその筆頭と言ってもいいぐらい有名なエンボスだと思います。そこの方はナーリングがなくて、真ん中に t と n かなの製瓶、まあ、記号らしきものが入ってます。調べて出しておきます。これもナーリングが入ってないんで、1960年よりは前の瓶だったことがわかりますね。このタイプの瓶で鶏のエンボスがなくって、 肩にこのチキンソースっていう文字のエンボスがぐるっと2箇所に入ってるタイプもあるみたいです、まあ、やはりどっちかというとこの鶏ねが可愛いんでこっちが入ってるのがいいなというふうに思いますこれいただき物なんですよねすごいこう感謝していますこのかわいい鶏のよういつも拝めるので真ん中のこのタイプは口がソース型になっててチキンソースの読みが右からになってるんでおそらく戦前の瓶だと思います はい、こちらもこの通り。さっきよりちょっと薄めかもしれないですけども、ニワト鶏根がバッチリ入っています。これはまあさっきの瓶と比べて背が高いんですけども、容量としては同じかなというふうに思います。そこにも容量のエンボスはなくって、肩のとこだけですね、エンボスは。そこはやっぱりナーリングなくって、この三角形の中に点が入ってるマークたまに見かけるんですけども、この製品記号も謎ですね。キリンビールの瓶などに入っているのもよく見かけますが、詳細は不明です。 この口にガラス栓がはまっているものもありまして、そのガラス栓にはニワトリの絵がエンボスされたりするみたいです。これもまあブランドがしっかりとエンボスされているタイプなので、まあ、当時の企業の規模としては結構大きかったんだと思います。まあ、それにしては情報が全然ないんですけども。これがまあ一般的に結構見かけられる戦前のタイプのチキンソースで、これが結構いはですね。このチキンソースの中でも最小期の瓶だと思います。 エンボスがやっぱりすごいんですよね。この最初の方だと。右から左にチキンソース。鶏の絵がですね、瓶の真ん中に入ってます。だいぶ薄いんですけども、なんかさっきの絵柄よりも、羽のあたりが簡素化されているような感じがします。縦に方向瓶、左側には食欲、邁進というふうに書かれていて、下に製造元の東京、新井銀城というふうに書かれています。 この銀城というところは製造元のことなんですけど結構時代が古いとこうしたなんか硬い言い回しがつかれたりしますこういう戦前期の瓶っていうのは容量のサイズとかそういった区別がなかったのか構成になって余裕が出てきたらそれぞれ大と小を作る余裕が出てきて瓶もそれぞれ大瓶小瓶が出てくるようになるのかなというふうに思いますこちらのチキンソースですね余談なんですけどこのタイプの瓶で このチキンソースの字が左読みになってて肩とボトムに独特の段々が入った瓶が確認されています戦前か戦後かははっきりしないんですけども独特の雰囲気のある瓶で,でそちらも結構目撃例が多いので是非とも揃えてみたいなというふうに思っていますこのですねニワトリが真ん中に入ったタイプの小瓶なんですがこの真ん中にニワトリの絵は一緒なんですけどこの他のエンボスがなくってその上にただ単にチキンソースと英語で されていいるるもあるみたいですおそらくなんですがこちらは今現像しない企業ということでなかなか情報としては謎なところが多いんですけどもいつか決定的な資料というかが見つかって、まあ、詳しいことが分かれば面白いんじゃないかなというふうに思いますいつかあの鳥のマークの入ったケチャップ瓶も見つけてみたいものですね